皆さん、こんにちは。酒ドラチャンネルです。今日はメダカの水槽の動画を少し撮ってお送りしたいと思います。メダカは3匹います。太郎、次郎、三郎です。あとエビの沼エビが1匹います。エビちゃんの名前はまだ決めかねているので、誰か命名してくれたらコメントお願いします。なんかいい名前あったらぜひコメントください。土管ちっちゃいのとでかいのあるんですけど、なかなか入ってくれないんですよね。なんでですかね。エビちゃんはどこに行っちゃったのか。このくらいのちっちゃな水槽だとこうやってデスクのとこに置けていいですよね。結構癒されますでっかい水槽にはこの子たちが産んだ赤ちゃんが生まれまして、何匹いるだろうな、何十匹かいますかね。それはあのね、大人のメダカとやっぱり分けて今育てています。
ちょっとだけご飯あげてみますかね。さっきあげたんでちょっとだけ。これ。おお、食べてる食べてる。ちょっと分かりづらいですかね。それでは今回のメダカの動画以上になります。ご視聴ありがとうございました。酒ドラチャンネルでした。